ハイタイ。今日のウマンチュワードはこちら、就職率 96.6%。 就職率の高い職業訓練を行っている施設がこちらにあります。行ってきます。ここは県立具志川職業能力開発校。専門的な技能や資格が必要とされる職種を希望する方に必要な知識や基礎的な技術を教えています。県内の職業能力開発校は具志川校と浦添校があり、ご覧の両校共通の科目をはじめ、具志川校には情報システム科、メディアアート科、浦添校にはエクステリア科、板金溶接科といったそれぞれ独自の科目があります。そして昨年度の修了生の就職率は両校合わせて 96.6% を誇り、毎年多くの人材を社会に送り出しています。今日は実習室を見学しながら訓練生の皆さんにお話を聞きたいと思います。こちらは自動車整備課の実習室なんですが、すみません、はい、今は何をしているところですか？はい、今はハイブリッド自動車の故障探究をしています。自動車整備課ではどのようなことを教わるんですか？はい、自動車整備課では自動車整備技術を学び、自動車の高度化に対応した知識や技能を身につけます。また修了時には2級自動車整備士の実技試験が免除され、他にも様々な資格を取ることができます。おお、実践的ですね。はい、続いて電気システム科へやってきましたが、見てください、ずいぶん高いところで本格的な実習をされているんですね。すみません、はい、今は何をしているところですか？今は屋外照明器具の取り付けをしているところです。電気システム科では主に電気配線工事に携わる電気工事士に必要な知識や技術を身につけます。訓練期間中には電気に関するさまざまな資格を取ることができます。皆さんのおかげで私たちの未来も明るいですね。はい、次にメディアアート科に来ていますが、すみません、はい、メディアアート科はどういうことを教わるんですか？はい、デザイン業界や印刷関連業界を目指す上で必要なグラフィックデザインの基礎と技術を学び、印刷全般の知識や技能を習得します。どこもこれだけ設備が整っていたら皆さん授業料とか大変じゃないですか？いえ、すべての科目が授業料は無料ですよ。無料ですか？はい、これだけ設備が整っていて無料だったら本当に嬉しいですね。はい、というわけで今回ご紹介した県立職業能力開発校の両校では、1月30日から平成29年度の訓練生の募集が始まります。新規学卒者または求職者で就職に必要な技能、知識を習得したい方が対象です。応募期間は3月1日までとなっています。詳しくはこちらへお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。続いて県からのお知らせです。沖縄県文化振興会では平成29年度に県内の文化団体が行う芸能公演、絵の展示会などの成果発表事業や自主企画展などに対し上限50万円を助成します。たくさんの方のお申し込みをお待ちしています。沖縄県国際交流人材育成財団では東京、大阪にある沖縄県学生寮への入寮生を募集しています。お申し込みは2月8日までです。詳しくはご覧のところまで。県では県が発注する建設工事などの入札及び契約について関心を持ち、年に3回程度開催される委員会で積極的に意見を述べていただける委員を募集しています。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者にプレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。ウマンチュ広場はインターネットでもご覧いただけます。こちらへぜひアクセスしてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。一平二平デービル。